もっと知りたいジュニアさん、イエーイ、第2回始まりましたありがとうございます。はい、ということで、はい、第2回は、はい、今は、この前ですね、うん、あんまりそのインストを聴く習慣がない、うん、はい、だけど近藤さんの音楽を聴いてそういう音楽に興味を持った、うんうんうん、だけどジャズって敷居高いよね。はいはいはい、あとフュージョンとかよくわからないよね。はい、だから近藤さんのおすすめする、はい、ジュニアおすすめアルバムとかあったら、はい、そのジャンルごとに知りたいなっていうようなお話をいただいて。なるほどです。なのでコンさんのおすすめ、はい、これをまず聞いてくれと、はい、とっかかりをファンの方に、ファンじゃなくてもそのインストあんまりだよっていう人にもおすすめできる、はい、CD を何枚か紹介していただこうというのが今回の趣旨でございます。なるほどですね、わかりました。はい、選ばせていただきましたよ。で、その、はい、今回がジャズというよりも、うん、なんか、僕もまあもちろんもともと一番最初はやっぱりね、ジャズから始まったわけなんで、 J-POP から始まったし、まあ、もっと言ったらみんなの歌からとか始まったりでそこからまあいかにして、ね、そのサックスが好きになって、こういうそのインストの音楽っていうのが好きになったかっていう、もうその結構このお題をもらった時に遡ったんですよ、はい、うん、だから僕が、まあ、ちょっと今回はちょっとジャンルは置いといて、はい、こういうかっこいいものを聞いて のめり込んだ、はい、うん、だから入門編、はい、まあ、インストでもないんだですね。っていう4枚を挙げていただきました。はい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 、まず管楽器をいっぱい聴ける、入門編。先に4枚言っちゃいますか、ね、はい、まず、はい、エゴラッピーというアーティストの、うん、道しおのロマンス、はい、あとがその次がブライアン・セッツァー・オーケストラのバブーン、はい、で、3つ目が、うん、ミシェル・カミロのワンモア・ワンス、うん、で4つ目が、うん、クインシー・ジョーンズとサミー・ネスティコですか、うん、オーケストラ、うん、ベイシー・アンド・ビヨン、はい、っていう4枚ですね。はい、この4枚です。でまずじゃあ1枚目の、クインシー・ジョーンズ、はい、サミー・ネスティコ・オーケストラ、はい、はい、でこれなんですけども、でタイトルベイシー・アンド・ビヨン、はい、でこの曲自体はカウント・ベイシーと、はい、ね、もう多分ビッグバンド、ジャズのビッグバンドを始めたら必ずもう通る、うん、グレン・ミラーと、デューク・エリントン、あー名前を知ってます、カウント・ベイシーってなって、多分ベイシー、まあみんな多分それぞれ好きな人いるんですけど、多分ベイシーファンやっぱり多いんじゃないかなっていう、のがそうカウント・ベイシーで、カウント・ベイシーの曲をそのクインシー・ジョーンズで、さらにそのサミー・ネスティコっていうのがそのカウント・ベイシー・オーケストラでアレンジャーをやってた、そのアレンジと曲を書く人、山本もちろんね、そう作曲家で、そうだクインシー・ジョーンズっていうとですよね、ウィアー・ザ・ワールドで、ウィアー・ザ・ワールドじゃない、そう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 、え、ジャズなんだみたいな、うん、そうクインシー・ジョーンズってもともとトランペット、そう、トランペットでそのジャズをやってビッグバンドをやってたんですけど、まあ後々にそう We Are the World だったりとかスリラーとかね、ああいうもうそうマイケルとかそう愛のコリドとかさ、はい、ああいうもう本当ね、ジャズを超えたこう世界的に曲を出したとなるんですけれども、そのクインシー・ジョーンズがあえて、ね、大人になってからジャズをビッグバンドをやった、でしかもベイシーの曲をやったっていう、だから、もう超伝統の、一番最初のじゃなくて、まあ変な話、焼き増しみたいな、はい、ね、うん、サミクインシー・ジョーンズなりのカバー、そうそうそう、カバーみたいな感じですね。それが、これを僕は、いろいろやっぱりそのサックスを始めてから、ビッグバンドで聴いたんですけど、これがやっぱりとってもかっこよくて、とっても、うん、でキャッチーなんですよ。はい、うん、でジャズを、ね、これから聴き始めたいなっていう思う人に、まず選んでほしくないのが、ジャズの巨匠ジャズジャイアンツといわれる人のソロのアルバムから
まり入らないかもしれない。何でしょう。チャーリーパーカーとか、はい、マイルス・デイビスとか、うん、そうそうそう、まあ今いっぱい、はいはい、本当にもう、いっぱい。で、でそういう人たちの何がすごいって、やっぱりジャズの道を切り開いて新しいことをこうやってきて、はい、でその新しさがかっこよくて、歴史で売れてきて、そう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 、だからJ-POP の耳で聞くと、は何やってんの、ずっとダラ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 吹いてるように聞こえるんですよ、はい、うん、でそれを楽しく感じるのって結構なんか、いや俺でもなんか、あんま聞いてわんないな、なるからそこは正直に俺もそうそうそう、あーすげえかっこいいってなるものもあるし、名前があるから言うそう、そう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 、うわーちょっとこれはやばいな、うん、であの人たちも生涯で何十枚とかアルバム出してたりする、はいはい、ね、その録音がもう、もう多分何テイクも何テイクも残ってるから、正直なんかホームラン打ってるのもあれば、同じ曲でも三振してるやつとかもあるわけですよ。全然ダメだなみたいなとかそういうのが平気で残ってたりするから、だから取っかかりとしてはできるだけやっぱり新しい人の音源が俺はいいと思います。でも新しい人でも前衛的になっちゃってたりするから、まあ、それ一概に言えないんだけど、だから古すぎるのに僕はあえてクインシー・ジョーンズみたいな、ああいうポップスを作った人がやったジャズ、ベイシー&ビヨンドも発売が2000年なんで、はい、まあ今も22年前っちゃ22年前ですけど、うん、もう全然さっき言ってた人たちに比べたらまあ最近っていうか、そうもともとだってね、カウント・ベイシーなんて60年代とか70年代の人だから、だから全然多分もう新しいし、でクインシー・ジョーンズ自体ももうね、マイケル、はい、もう売れた後みたいな、全部もうウィアーザーアー全部後だから、あれが80年代90年代そうそう、で改めてここでジャズやったっていう、だからすごくこうポップな、うん、でその語弊をね、その恐れずに、はい、ポップなジャズなんですよ、うん、っていうので、はい、でこの中で、はい、まず聴いてほしいのは1曲目の「やがったトライ・ハーダー」って曲があって、はい、これもともとカウント・ベイシーの曲で「やがったトライ」って曲があるんですけど、それをさらに「ハーダー」だから、そうそう、はい、さらにちょっと難しくしたってやつが、これちょっと YouTube ではこの音源をそのまま流せないので、ぜひApple Music とか、うん、Spotify に あるので、うん、ぜひ聴いてみてください。で今ちょっと、RG 君には聴いてもらいます、はい、こういうね、うん、はい、というわけで聴いていただきました、はい、どうっすか、まあ、こんな感じでもう何ていうんですかね、ビッグバンドのメロもキャッチー、はいはい、ピアノソロもキャッチーだし、展開もなんかゆっくりのところから速くなったりとか、とにかくね、何ていうんですかね、難しいところが一つもない。で豪華さもそのビッグバンドの豪華さもあるけど、そのソロは上品っていう。上品だしね。いいじゃないですか。でこれをもう聴いて、もうこの曲めっちゃいいねってなって。どっかに楽譜とかないかなと思いながら、これが出てるのこれ、はいはい、というわけで聞いていただきましたけれどもね、今これ何が起こったかというと、マイクの方のね、はい、このマイクこのマイク、はい、このマイクの、ちょっと入れ忘れて、はい、ちょっとこれの前の音声がちょっと iPhone のあれですけれども、ベイシー&ザ・ビヨンドの中ではもう一つこのクインテッセンスというね、5曲目のこれがですね、アルトのバラードになっておりまして、まあ全部いいけど、まああえて2つ、まあ1つにしたかったけども、もうでもね、このやがったトライハーダーとクインテッセンスはぜひまあ聴いてもらいたいですね、はい、はい、これも聴いてみる、じゃあ、はい、まあ、これは触りだけだよ。もう本当にセクシーで最高にスイートだから、はい、
まあ、キャッチーでしょ、とにかく。そうっす、うん、とにかく、なんていうんですかね、とにかくも聞きやすい、セクシー、セクシー、まあセクシーだし、もうメロがはっきりしてる、もうソロのもう一つ一つ歌心もあれば、で、なんかね、あ、なんですか、その2000年代だし、録音もとっても綺麗だし、はい、っていうので、まあもうビッグバンドの魅力はもうこのアルバムにめちゃくちゃ詰め込まれておると、はい、思います。これはジャズ知らないっていう人でもこれなら聴けんじゃないか。まあ、俺は本当にこれめっちゃもう高校生の頃マジで穴がこう聴いたから本当にこの曲、このアルバムですね。それでは、はい、次、続いて2枚目、はい、ミシェル・カミーロの、はい、One More Once、はい、っていうことですね。この、はいはい、このジャケです。ドミニカのピアニストが21人編成、はい、大人数のビッグバンド、まあ、ビッグバンドに多分パーカッションが多いんですよ、ラテンながら、うん、確かに聞いたらラテンテイスト、そうそうそう、なんかまあ当時って、まあ、これ94年のアルバムなんですけれども、はい、94年からやっぱり2000年代にかけてサルサブームからラテンジャズブームになるんですね、うん、で、例えば熱帯ジャズ楽団とかが日本ではすごくこうヒットして、まあね、その一般の人は知らないと思うけど、そうですね、全然初めて聞いたラテンジャズのブームがあったこと自体、そう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 、まあ、一大ムーブメントを沸き起こしたわけですよ、うん、で、まあ、その引き付け役だったのがもうこの天才ピアニストミシェル・カミロですね、まあ、その一人 の, その、まあ、超絶テクニックもすごいんですけれども、ビッグバンドをものすごいアレンジで、うん、またそのラテンの魅力をこう、世に伝えた名盤みたいな感じで、はい、これもとにかく、キャッチーです、はい、うん、で、またそのラテンとちょっとやっぱラテンフュージョンみたいな感じで、ラテンジャズがラテンフュージョンみたいな感じで、かなりフュージョン色が強くてですね、音も音色も派手だし、なんか展開も結構その目まぐるしくて、はい、どれも聴いてほしいんですけれども、ワンモアンスもいいね、まあ、1曲目が明るくていいんですけれども、はい、僕はこの10曲目一番最後の Not Yet という曲がある、はい、じゃあ今からちょっと聴いてみます、はい、ぜひ聴いてください。ここからもうピアノ、いやーかっこいいですね、かっこいいでしょ、かっこいい、だからまあまあラテンの人なんだけど、この曲はめちゃくちゃフュージョンで、そうそう、まあ、他の曲も他の曲そうそうそう、1曲目とかは頭の方は聞いたんですけど、1曲目とかはやっぱり、うん、なんていうんですか、おーっていうめちゃくちゃラテンじゃん、うん、そう超、うん、サラさんみたいな曲で、ね、ラテンの定義は分かんないですけど、ラテンって感じるぐらい、ラテンっていうぐらいのラテンでしたね。ノットイエットになるともうフュージョンだね、うん、これね。で、なんていうんですかね、これそのリードアルトを吹いてるのがクリス・ハンターっていう人なんで、俺そのクリス・ハンターさんがめちゃくちゃ大好き で昔本当にサックスを始めたばっかの時にマンハッタンジャズオーケストラっていうのが山梨に公演しに来てくれたすごいよね、うん、今考えるとなんかその外国のビッグバンドが山梨に来るとかやべえなで、そこでもリードアルト吹いてるクリスさん、うん、で、そのキャラクター的には結構その三本系で、うん、で、三本系だから、メタルのマウスピースでこうキュイーンっていう音を出す、うんうん、で、そのさっきもね、聞いてる時に言ったけど、ひとしきりこう派手なところが終わってキラキラしてってそのもうほんといやみたいな感じの分かんないですよ今さ、もうあの1まあ2音なんだけど、3音のそのメロディーとも何とも言えない、でもそうですよね、そう
ニュアンスとかもうセクシーすぎて、ああまあ確かに、でこんなところにギュンギュン言う感じはやっぱり、まあ、結構あの一般の人にはまあ理解できないでもそんなところにそんなに燃えるんだみたいな、今聞いてる時もその話してましたけど、はいはい、その Not Yet に関して言えば、そのコンさんの CPP だったりのライブに来てる人は、はい、すごい聞きやすいっていうか、馴染みがあるって言ったらちょっと変ですけど、そうね、いやでもなんかコンさんのライブで慣れてる、はいはいはい、ああそうそう、こういうコンさんのライブが好きなら余計に聞きやすいし、そのコンさんが聞いてたっていうのが乗ると余計に、あこういうのに多少ありとも影響を受けてるからこういう流れになってるのかなっていうのもちょっと見えるっていうか、そうそうね、かっこいいし、純粋にかっこいいし、そういう面白さもある曲かなと思います。なんかあのまあ俺のライブもそうだし、あの前やってたファイアーホーンのにも、うん、もう多分通じてるから、はいはい、俺は多分こういうのが好きだから、多分虹っていう曲とか、あ、はいはいはい、あの、まあ、こういう雰囲気で多分変わったなっていう感じはありますね、はい、でももうちょっと頭から全部これはマジで10曲捨て曲なし の、ね、あの超絶名盤なのでぜひ聴いてください、はい、ということで、はい、続いて3枚目ブライアン・セッツァー・オーケストラ、はい、このブライアン・セッツァーっていうのを俺は知らなくてですね、はい、どんな人だろうと思って、はい、やったらもうものすげえリーゼント、はい、かっこいいザ・ロカビリーの写真のおじさんが出てきまして、そうそうそう、えあれ知らない の、 あのストレイ・キャッツって知らない、いやわかんない、ストレイ・キャッツっていうね、もうあの一世を風靡したその本当ロカビリーのそのもうあのだみんな多分だからあのみんなブライアン・セッツァー真似したんじゃないかな、あの、うん、あのなんつうのかな、こう日本のキャロル、いやでもそう、まあ、そこまた違うかな、でこの人はあれなんですよね、ギタリストなんですね、そうです、ブライアン・セッツァー、はい、ギタリスト兼ボーカル、だからこのアルバムはちょっとインストで、インストってわけじゃなくて、はい、あのまあビッグバンドがまあとにかく派手になってかっこいいよっていうアルバムです。で聞いたらなんか、はい、あのアメリカのそういう古き良きっていうのが、はい、多分聞いた人は基本的にはみんな頭にそのイメージがボーンと飛び込んでくるぐらいっていう感じでしたね、俺は聞いて、はい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 、おーみたいな、あのクラシックカーに水玉の女の子が水玉ワンピースでみたいな、あのコーラフロード食べて、はいはいはい、そういうイメージの本当に曲っていうアメシャが似合うよね、そうそうそう、本当そういう感じでしたね、聞いてみたら。これのおすすめ曲は、はい、これはですね16曲あるんで結構とね、いやーこれこれ選べねえ、これは選べねえもう頭からもうそうっすね、ぶち飛ばしてるから、確かに、でこのまたウィーノがじゃあ1曲目のペンシルバニア65000っていうのはこれね、グレン・ミラー・オーケストラの曲なんですよ、もともとは。でまあブライアン・セッツァーって聞いて覚えてるかな、あのイチローってやつ、あのペプシーコーラの CM、 イチローナンバー51ってなったんだけど、でそれとかもう、うん、ブライアン・セッツァーがやってるわけなんですよ。だからもともとインザムードとかもやってるし、このマック・ザ・ナイフとかも結構ね、そのジャズのもうジャズのオールディーズみたいなジャズのその名曲、もうほんと古い曲をブライアン・セッツァーのイケイケなパーティー中にするみたいなのが面白いしかっこいい、うん、じゃあペンシルバニア聞いてみますか、はい、そうしましょう。だ冒頭はそのブライアン・セッツァーじゃなくてあのなんだっけ、グレン・ミラー音源なんですよ、うん、マッシュアップですね、かっこいいですね、あーそういうことか、そう、ストレイキャッツ時代のあの若いブライアン・セッツァーとか 見るともうあなんかもうクソイケイケすぎてこいつには誰も勝てねえわって思うぐらいクソイケイケなんだよねでそのギターもめちゃくちゃ上手くて、でこれでビッグバンド従えて派手にやってるでしょ、あーすげえ。でこれ見たらさあれなんだね、最後のさクレイジーリーズインコールラブっていうのクイーンのクイーンの曲なんだね、知らなかった
で、このね、その Getting in the Mood っていうのは、あの In the Mood で、ララッパ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 ッやってるし、まあ、とにかく、その、なんていうのかな、みんなが知ってる曲もやるし、その、いわゆるそのストレイキャッツ時代のその、なんていうのかな、ロカビリーの感じ、革ジャン着てリーゼントみたいな、あの感じの、をビッグバンドでやるっていう、これもおすすめです。はい、これめちゃくちゃ聞いた。そうっすね。なんだったらあのなんか受験勉強、まあ受験勉強はかどらなそうっす、ね。受験勉強に行くなんつうのかな。ああ、そっちか。やってる図書館に行くときにいつも聞いてた、はい、これ。これチャリこいてた。ノリノリで。勉強には向かない感じ。まあ勉強には向かないね。うん。はい、ということで、はい、3枚目が、はい、ブライアン・セッツァーのオーケストラ、そうですね、ぜひ聴いてください、はい、で、ラスト4枚目が、はい、エゴラッピンっていう日本人のバンドです、ね、はい、バンドですね、の道潮のロマンス、はい、っていう、まあ、エゴラッピンといえばあっちですよ、なんだっけ、あの私立探偵ハマーマイクの、全然わかんない何一つわかんないなんだっけ、くちばしにチェリー、あ、そうなんですね、そうそうそう、グラフィーといえばそのくちばしにチェリーっていう曲が、あの私立探偵ハママイクっていうあのドラマの主題歌でバンドデビューして、それがめちゃくちゃもう最近ヒットして、うん、はい、今も全然活動してますね、はい、で、この道潮のロマンスっていうアルバムを、その高2か高3ぐらいの時に、はい、友達に教えてもらって、こんなのあるかめちゃくちゃかっこいいよみたいな、で、まあそれまで、こうやっぱ J-POP というか日本のアーティストとその全く別個で聴いてたの、俺ジャズは。あ、はいはいはい、うん、さっき今まで見た聴いてきたようなやつは、うん、それで聴いてたけど、やっぱね、あのイエローモンキーだの、あの、はいはいはい、グレーだの、やっぱ好きだったし、あのそれとは別で聴いてた、あミスチルだの、ね、はい、そういうのと。で、まあ、ミスチルはまだその感が入ってたけど、なかなかやっぱりその感が入ってる音楽っていうのをやっぱりその日本のアーティストが全然やってることを知らなかったんですよ、うん、だから、こんなにもこうなんていうか、自分がこうやってる楽器サックスがこんなに入ってる日本のアーティストを知らなかった、はい、でジャズじゃんみたいな、うん、ちょっと衝撃を受けて、そうだからこれもこの中で全部で9曲入ってるんですけど、はい、なんかおすすめっていうか思い入れのある曲がね、1曲目のね、カッセレっていう曲があって、でこれがあのソプラノサックスのこうびっくりするよ、本当にびっくりするマジで、まあ、J-POP じゃないんだけどね、これはね J-POP とという畑とはまたちょっと多分違うところのね、あのもう少し違う畑なんですけれども、あのこんなに頭でソプラノサックスが長くソロとって、うん、やっとから入るんだみたいな、そこにもちょっと衝撃を受けました、今聞いてもびっくりする。とあとはね、道潮のロマンスっていう曲とか、あれ全部でいいんだけれどもね、道潮のロマンスのテナサックスソロがすごいかも。この企画でこの話をするために、うん、昨日一通り聞いたって話をさっきしてましたけど、はいはいはい、で懐かしくて泣きそうになったみたいな、はい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 、どこが一番波っていうかこう山場でしたか、あ、いや、ね、やっぱりね、かつてだね、あ、やっぱり、うん、じゃあ一発目の頭で来るんです、そう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 、じゃあちょっとそのかつてを聞いてみてください、やばいですよまあこんな感じです ね、 そうですね、割と随所に、今聞いたのは、かつて、そしてコーリングミークレイジーフルーツ、はい、割とその随所にサックスが聞いてるし、まあサックスだけじゃなくてその2巻でトランペットとサックスでコンセプションみたいな風になっていると、うん、はい、で衝撃じゃなかった、かつての
あの冒頭のソプラノサックスソロの長さ。そうですね、だから J-POP だと思って聴いちゃうと、はい、まあちょっと、あ、もう一個行くんだみたいな。そう。なかなか歌始まんないんだけど、でもそこまでのソプラノサックスだけであのドラマを作る感じとか、マジすげえと思って。高校思ってた高校生の高校生の俺は。コンさん今も思うし。すげえ。ね、すごいですね。これを今紹介した4つの順番で聞いていったって感じですか？あー、順番ブライアン・セッツァーが一番最後かな、もしかしたら。多分。ベイシー&ザ・ビヨンド、まあそれまでにもだから多分カウント・ベイシーのアルバムだからいろいろ聴いてて、でベイシー&ザ・ビヨンドに出会った時に、うわこれやりてーってなったのがもうこれでしたね。でガンマ・ワンスももしかしたらこれは俺ね大学生になってからかもしれない、これ聴いたのは。じゃあ案外このエゴラッピングが一番最初の可能性がある。一番若い時、まあそう、この4枚の中ではもしかしたら一番最初かもしれない。いろいろね、その前には聞いてたから、はい、けど、まあ確かにこの中では。そんな感じ。道枝のロマンスとブライアン・セッツァーも同じぐらいかな。はい、あのね、道枝なんか本当、俺もこれで走ってたんだって思うんだけど、特にこのかつてっていう、かつての曲を聴きながら、あの高校のなんか、あのマラソン大会みたいなのが強行演奏。100キロ走るイベントがあって、めちゃくちゃ軍隊みたいな。それに向けてやっぱトレーニングしないと100キロ走りきれなくて、トレーニングの時にちょうどこのかつての全然ペースがコントになられたってこのペースで、で3拍子で4ですねって3拍子でハッ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 でその呼吸するのが俺の中では結構ちょうどよくてこれで走ってた。よくわかんねえこぼれ話。っていうね、ということで、はい、今回、名盤企画第1回目は、はい、近藤さんがおすすめする、はい、コンさんが楽器を始めた頃に聴いていた、はい、そして何ですか、インスト、うん、ジャズとかじゃなくてインストにまず触れてもらいたいっていう意味での4枚を選んでいただきましたけども、今後はこれでジャズだったりフュージョンだったりパンクだったりっていう方向性で聞きたいです。どうです。聞きたいです。それ。なんかね、どんどんね、なんかね、どんどん聞きづらくなってっちゃうのがね。まあだからでも、はい、その今度はまた今度どれがファンクなのかフュージョンなのかジャズなのかでまた聞きやすい。その中でも聞きやすいので、ね。でこの段階を踏んでいって、だんだんこの見てくれてる方たちを、はい、だんだんこのめんどくさいジャズ好きに調教していくっていう感じが。なので今回のは本当に聞きやすい。これみたいなもんじゃなくて全然聞かないような人でも、うん、ああまあ聞きやすいよね、ああビッグバンドってそういうのだよねっていう感じのいろいろ聞いててこう絵が頭に出てくるようなアルバムだったんじゃないでしょうか、はい、ね、そうやってまあ聞いてもらえるとちょっととっても嬉しいです。そうですね。まああとはこういうのでいいやつ聞きすぎて、あなんかジュニアさんってもしかしたらそんなにうまくねえのかな。そうですね、ファンの人にダメ出しされて、そう耳が超えてきちゃう。クリス・ハンターもっとなんかこういう風に吹いてましたけど。そうですね、そういうだんだんこれ見て、はい、違うアーティストの名前が出てくるとそれ検索してみたりするのが面白いです、うん、いいですね。でもね、本当にね、本当にやっぱりこう曲席混合というか難しくて、例えばその今のクリス・ハンターとかって、マジで、他の自分のバンドじゃなくて他の人のバンドでやっぱりホームランを打つ人なんだけど、自分のバンド全然なんかつまんないよね。クリス・ハンターソロの CD、もう、うわ、クリス・ハンター好きだと思って、クリス・ハンターの CD 買ったら、なんじゃこれみたいな。全然なんかかっこよくなくて、じゃあまた今度それは、じゃあクリス・ハンターがサポートで入ってる特集があっても、そういうちょっとコアなたくさんはないけどね。そんな感じで、はいはい、今回はじゃあこの辺で、まあそうですね、まあアーティスト特集やってもいいですね。そうですね、さあおすすめの、うん、おすすめアーティスト特集、はい、うん、はい、では今回はこんなところで、うん、音楽がすすね、聴くのが楽しくなってもらえると、はい、とても嬉しいです。はい、はい、でははい、また次回、じゃあまた次回、はい、リクエストもお待ちしております、はい、まあ、こんなトーク聞きたいよとか、はい、ジュニアのこの部分知りたいよっていうのを、どんどんお待ちしております、はい、
じゃあ RG 君がねいるから今回は、はい、RG 君がしっかり企画してこの番組を撮影しに来てくれるので頑張ります、はい、ぜひそういう、そうですね、リクエストということで、はい、また次回お会いできるはい、はい、楽しみにしてます。ではジュニアでした。ありがとうございます。またね、バイバーイ。